YouTube、はい、シャイニーの妖精王子テミンさんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。僕は今ですね、アーティストの取材のエリアにいます。そして先ほどステージで素晴らしいショーを披露していただいた歌手のテミンさんが遊びに来てくれています。こんにちは。はい、こんにちは、テミンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどですね、ガールズアワードでステージに立たれたと思うんですけれども、はい、いかがでしたか？あ、本当になんていうか、はい、久しぶりに僕出演しましたけど、一昨年に出演しましたけど、はい、その時は社員として5人で出演しましたけど、今回は一人で出演して、すごくなんか、はい、なんか楽しかったです。楽しかったですか、はい、よかったですね、うん、はい。で、僕からですね、一つテミンさんにお質問をしたいんですけれども、そうですね、やはりファッションをこだわってると思うんですけれども、はい、なんかファッションで悩んだりとかしたことありますか？そうですね、もう悩んだ時はもちろんありますけど、でももう最近はなんか普通な、なんか楽な衣装が好きなんで、はい、もうそうですね、はいはい、暑かったから、夏で暑かったんですね、はい、それで、はい、夏バテにかからないように、はい、もう T シャツとか、はい、もうズボン、なんか簡単になんていうか、はいはい、ただ T シャツで、なんかただのジーンズでもうシンプルに、はい、やっぱ暑いのが結構悩みですね、はい、はい、あ、テミンさん、テミンさん、はい、テミンです。スタジオのフォーリンラブです。あ、タビタンです。はい、こんばんは。あ、はい、テミンです。お疲れ様です。お疲れ様です。実はですね、うちの相方のね、バービーがですね、あ、はい、ちょっとテミンさんにあるお願いがあるみたいなんですけども。お願いが、それをちょっともうタクポン君に託してるんですよね。そうですね、先ほど確かにバービーさんからこそっと僕ちょっと髪をです ね、いつの間に、はい、いただきまして、はい、しっかりやれよタクポン、任せてください。もう本当に任せてください。圧がすごい。いや、もうこれをね、裏切ると怒られちゃうんで、僕。本当ですよ。はい、では早速一つ目からちょっとお願いしていきたいんですけれども、はい、いっぱいあるんかいって顔しましたね。そう、お願いがね、バービーさん欲張りなもので。そうなんですよ。そうなの、欲深い女ね。いっぱいあるので一つちょっとテミンさんにやっていただきたいなと思います。はい、開いていただいて、はい、そこにお願いが書いております。読んで、読んで、読んで。これをカメラに向かってバービーさんに言ってほしいとのことなので、これをねカメラ目線で言ってもらえるかしら。これ言わないとダメなんですか？はい、どういう意味かな、恥ずかしくて。恥ずかしい？いいですよ、全く心は入れなくていいんで大丈夫ですよ。どういうこと？はい、字面だけで、はい、入ります。あ、かわいいよ。あ、また照れてる顔もかわいいですよね。バービーさんいかがです？すごい、からバビ汁が出そうです。バビ汁が出そうですか？すごい。テミンさんよく分かってないですよ。はい、その方がいいです。はい、まだあるんですか、お願い方。はい、実はまだまだあるので、ちょっと本当ですか、一つ目からちょっと恥ずかしがっていると、どんどん恥ずかしくなっていくんじゃないかなと僕は思うんですけれども、お願いします。まあ、テミンさん、ちょっと二つ目ですね、はい、お願い、ちょっと開いてもらって何かな。あらららららら、言ってくれたら嬉しいな。愛してるよ。照れちゃダメだよ、もう可愛くなっちゃうからさ。、はい、言った後に。こちらはバービーさんいかがですか？もう最高です。ペロンチョ、ペロンチョ、最高です。今これ見てる視聴者の方ももうたまんないと思いますよ、はい、本当に。たまんなかったと思いますよ。コメントでテミンってすごいハートマーク、すごい来てるよ。ハートマークがコメントでたくさん来てるみたいです。コメントすごい来てます。はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、いいえ、ありがとうございました。満足いたしました。納得してくれたみたいですね。本当ですか。はい。で、今ですね、テミンさんが T シャツを持っていると思うんですけれども、はい、こちらはですね、テミンさんが実はサインをしてくれたということですよね。はい、そうです。さっきやりました。先ほど書いていただいたんですね。はい、ありがとうございます。こちらですね、なんとプレゼント企画となっておりまして、プレゼントが欲しい方はですね、ガールズアワードの公式ツイッターをフォローして、ハッシュタグですね、すみません、ハッシュタグガルアワープレゼントのハッシュタグをつけて、コメントにですね、テミンの T シャツ欲しいとコメントを投票してください。この2点が応募方法となっております。いや、みんな多分絶対欲しいと思いますよね。まあ、見てくれる方がたくさんいると思うので、テミンさん、はい、ファンの方に向けて何か一言メッセージを。あ、そうですね、僕が
ガールズアワードを出演してすごく楽しかったです。これからもいろんな活動で皆さんと会うと思いますけど、これからの僕の手民を見守ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まだお時間があるということですよね。まあ、実はですね、先ほどお時間の都合上ですね、一つできなかったのバービーさんのお願いを、これは視聴者に向けてちょっとやっていただくこととかってできないんですかね。あ、はい、あ、できますか。いや、やります。嬉しいと思います、はい、ファンの方。あ、これファンの皆さんに浮気するなよ。いや、素晴らしい。合ってますか。合ってます、大丈夫です。浮気するなよと皆さんコメントいただきました。いや、ありがとうございます。最後の最後まで本当にありがとうございます。はい、それではですね、スタジオにお戻ししたいと思います。とても素敵なテミンさんでした。ありがとうございました。また会いましょう。はい、テミンさん、ありがとうございました。